おはようございます。釣り子 TV です。ギル系ワーム揃い踏みっていうことでですね、買ったもの、使ったもの、今年良かったもの、いろいろですね、こうギル系ワームいっぱいありますんで、ダラダラと語っていきたいと思います。まずもって、はい、この3兄弟はね、どれもよく釣れますよね。ブルフラット軍団ってことで、この最大の 5.8、 これね、ここぞっていう時しかまだ釣れてないんで、結構投げてはいるんですけどね。この 4.8 インチ、これが一番自分の中で使いやすくて釣れるなっていうサイズなんですけども、こっちでやたら釣れる時、まあそんな時にこっちに変えるとですね、ここぞっていうデカバスを連れてきてくれるっていう感じで、まあ何にしろこのバルキーなボディなんで、ちょっとね、いつでも釣れるっていうわけではないと思うんですけど、この針とブルフラットテールっていうんですかね、これがデローンっていう時は効く時があるっていうことで、この3兄弟はどれも常に、ボックスの中に入っていないと不安になるっていうギル系ワームですよね。で、まあ、相変わらずこの 4.8 がちょっと買いづらいですよね。出たらすぐ売り切れちゃうし、一回売り切れちゃうと次の生産までなかなか、手に入りづらいしっていうことで、これがね、もっと、買いやすくなってくれるといいんじゃないかなっていうことで、でも比較的この 5.8 とあと 3.8 は、まあ、比較的ちょっと買いやすくなってきたんじゃないかな。この下にもう一人、3インチっていう弟がいるはずですけどね、このブルフラット兄弟、さらにテストではこっちになんかさらにデローンと長い、ブルフラットなんかも控えてはいるみたいですからね、そんなのも楽しみだなというところで、まあこいつらはまあ本当によく釣れてくれるルアーということで、来年も積極的によく投げていくんじゃないかなと思いますが、まずブルフラット兄弟ですね。はい、で、まあ元祖ギル系といえばこれですね、スタッカーワイド。これね、こいつがいたからこの全ての兄弟たちが、生まれたんじゃないかと言っても過言ではないですね、このスタッカーワイド。まあここら辺とすごいこう並べてみると感じも若干似てるのかななんて思いますけどね。こうギルってなんていうんですかね、縦じゃなくてもいいんだっていう、この気づきっていうのを与えてくれたのが、もう元祖はもう全てこれから始まったんじゃないですかね。これよく釣れるルアーですけども、これね、スタッカーワイド、これもね、やっぱオリジナルの凄みっていうか、これじゃないと釣れない時っていうか、このツインテールとか、まああともうシングルテールのやつもありますけどね、自分好きでこのツインテールは、よく買ってるんですけども、で色味もいっぱいいろんな色味ありますし、何にしても、使いやすいっていうことで、これはまず持って逃せないんじゃないかなということで、これスタッカーワイドがありますよね。でデカバスハンター御用達のこうノリーズからフリップギル、これはまたちょっと違ったテイストですけどね、こうまあまあまあギルを模してるんで、こう平たい形にはなってくるわけですけども、この独特の一番なんていうんですかね、薄い感じでも張りがあるっていうんですかね、でこうテールがあって、これもね、よく魚は反応してくれますよね。これフリップギル、亀山ダムなんかでタカタカタカって表層引きなんかでデカバスが湧いてくる動画なんていうのも、あれすごい迫力があって大好きで何回も見てるんですけども、これまあ買ってはいるんですけどね、こっちほどちょっとまだ使い込んでいないので、ちょっとね、どういうタイミングだとフリップギルなんていう感じでちょっと使い分けとかね、勉強していければなと思うんですけども、結構張りがあって、この平坦なボディなんで、結構なんていうんですかね、魚食ってくるんだけど、フッキングがちょっと難しい印象があって、だからまあちょっといろいろね、こう針のセッティングとかね、もうちょっと煮詰めていけばもうちょっと自信を持って投げれるようになるんじゃないかなと思うんですけど、まだねちょっとね使いこなせてないんですよね。ただこいつにしか出せないような、この平たくて張りのあるボディ、これじゃないと出せないような動きってのはなんとなく
感じてはいるんで、ちょっと来年に向けてはですね、こうブルフラットなんかも投げつつ、ここではフリップギルみたいな展開が自分の中で作れればいいなっていう風に思ってるんですけどね。これもサイズ展開していて全部持っているんですけど、この下のサイズとあと上の大きなフリップギルとですね、何種類かあるんで、ちょっとタイミングでいろいろ使い分けられるようになれればいいなって思うんです。まあ買ってはいるんですけどね、まあ釣ってもいるんですけども、まだなんかどういうところぞっていうのがちょっとね、分かりきれてないんじゃないかなっていうところがあります。で、今年話題になって新しく出てすごかったっていうとここら辺ですかね。このね、ジャバギルとギルフラット、これがついにね、あの店頭に両方とも並びましたよね。雑誌なんかではこうずっと賑わしてくれていましたけども、いよいよ実際にこう買って使ってみることができるようになったルアーっていうと、スーパーリアルシェイプのこの今活のジャバギルね、これはまあほんと魚がよく湧いてきたなっていうことで、まあ投げるとね、下からこんなところにバスいたんだってところからふーっとバスが出てきて、こうパクンチョと食ってくれるっていうイメージで、こう両方とも頭にこう空気質があるっていうところで、もう非常にね、コンセプトは似てるんですけども、このケツの方のですね作り込み造形が違うことによってだいぶ個性の違うルアーになったなということで、ちょっと使いどころもね、だいぶここら辺は使いどころちょっと違うところで、これはこっち、これはこっちみたいな、これすごいなんていうかね、蛇腹構造ではないんですけど、このマンゴーカットが非常に柔らかくアピールしてくれるっていうことで、自分はこう真ん中にオフセットフックみたいなのをかけて、でスイミングで使うっていうことが多いんですけども、本当にこうベロンベロンベロンって、この蛇腹構造とはまた違った感じの、こっちより柔らかい感じので、素材自体も柔らかいんで、非常になんか面白いアクションをしてくれるなっていうところで、で今のところ釣れてくれると全部40アップっていうことで、まあ発売してからね、ちょっと寒い時期の発売になっちゃったんですけど、投げてみたところ43、46、7、50アップ、釣れれば全部でかいっていうことで、これもういきなり一軍登録なんですけども、非常に使いやすいなっていうギル、フラット、これギルフラットですね、ギルフラットと、でこっちがねジャバギル、これはもう見たまんま本当この中で言ったら本当にリアルシェイプ、リアルカラーなんじゃないかなっていうことで、このあとは独特の今活独自の蛇腹構造、これによるお尻だけをフリ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 したようなアクション、まああとはここに空気質があって、ここにいろいろなものを入れ込むことによって、もしくはない状態でフッキングが良くなったり、あとは浮かせて使ったり、それはまあこっちもできるっていうことですけども、これもね非常に発売してからね、ちょっと使っただけで、なんていうんですかね、バスをサーチするのにすごいいいルアーだなっていう風に感じております。フッキングとかで言ったら正直ここら辺のブルフラットとかの方が来たらよく釣れるっていう印象はあるんですけども、何にしてもこの生めかしいカラーリングによって、まあ、横利根川なんか最近すごいクリアな感じ、もうすごい澄んでますけどね、そういったところでポチャーンと入れるともうデカバスがバーって出てくるんですよね。あ、いたんだ、もしくはあ、いるんだと思って、で自信を持って次にまたその入り直す、でそこでまあこれで無理くり釣ることもできるんですけども、まあ、そこにスモラバーであるとかバックスライド系のワームとかを入れると、あ、やっぱりいたっていう感じで釣れるっていうことで、このブラックバスがどこにいるのかサーチするのには非常に活躍してくれたなと
という印象なんですよね。でこれ単体で釣るってなると結構もうこの針のかけ方であったりとか、あとはトリプルフックショアしてみたりだとか、でもトリプルフックショアすると途端になんか食いつかなくなってくるなとか、いろんなジレンマ、夏のハイシーズンに経験したんですけども、まあ、ただそういったもろもろ全ての要素を含めて、まあ、使っていて楽しいルアーだなということで、これも非常におすすめでございます。その中で一番もどかしいランキングで上位を占めるのがこれじゃないかなと思うんですけどね。フィッシュアローのこのギルの、スイムベイトなんですけども、これねスーパーリアルカラーみたいな感じで、で針も多分一番この中で針も強いんじゃないですかね。でこうベロン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 ってこの独特のこのキックテールがあるんで、波動が一番でかいんですかね。これ重さも多分一番重いと思うんですけども、これはとにかくデカバスが湧いてきますね。あ、こんなサイズのバスいたんだって、バスを沸かせる力は多分一番じゃないかなっていうことで、でまあなんていうんですかね、出しどころが非常に難しいんですけども、まあ魚をサーチするっていうとここら辺のリアルシェイプの方がやっぱりなんていうんですかね、すごい魚を寄せる力っていうのは強いんだななんていう風に感じてます。まあこの独特のねハドルテール、こんな感じのテールがついていて、ブワンブワンと水を押すので、もうすごいデカバスが群れで出てくるんですよね。うん、こっちだとあのもうちょっと繊細に単発のデカバスを探すのがすごい使いやすくて、でこっちはですねなんかもう本当にうわーって45アップと50アップみたいなバスがすごい勢いでガーって寄ってくるんですよね。もうね、針かけるのがすごい難しいんですよね。これね、まあ釣ってもいるんですけども、その見えたやつをかけるっていうのが非常になんかちょっと難しい印象があって、ちょっと来年ねもうちょっとフィッシュアローのこのギルはですね使い込んで、まあ、ちょっと自分のものにしたいなということでここに置いておきますね。でこれね、このギル系の中で一番キテレツ系なんだと思うんですけどね、この今勝のギルボーン、この中であったら一番こう水を押す力はこうヒラヒラーとしてクチュクチュっとしてるんで、こう、ないで、まあねちょっとね、ここら辺の今勝のギルワームってのも別の人たちが活躍しだしちゃったりしてるんで、ね、ちょっと今後生産されるかっていうところですけどね。まあこれもなんかすごいよく考えられていて、で非常に複雑なパーツが非常になんていうか、ここにあるのとはまた全然違う波動を出してくれるんじゃないかなっていう感じで、この平たい膜とかね、これすごい考えられてるルアーなんですよね。でこの口ワーム食ってるよみたいな口があるんですけど、まあここにスモラバーをセットしてこうやったところ、なんていうんですかね、非常によく釣れてくれてるっていうイメージがあって、使いどころっていうのはねなかなかまたちょっとこう数あるギルルアーの中でも別の部類になるんじゃないかなと思うんですけども、これもね中古釣り具屋さんなんかであったらちょっとね次生産されるか分かんないですからね、買っといた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあこのジグのトレーラーにして使うと非常にこのファンファンってこうシルエットはあるんだけどそこまで強波動を出さないっていうことで、なんていうんですかね、亀山のバスとか、釣るのに非常に活躍してくれてたイメージはあるんですけどね。ちょっとこんなギルボーンなんていうこういうギルルアーも、準備してます。でねこれ手に入れたんだけどあんまりね今年使わなかったなっていうのは、バーガードランクレイジーのねバーガー、これねすごいいろいろ考えられてるんですね。こうスリットがあってフッキングなんかもうどうにか確実にフッキングさせようっていう、こういろんな充実の装備がなされているんですが、すいませんこっちね買ったんだけどあんまり使い込めてない。これねちょっと来年早速ねちょっと配信生だったら使ってみようかなと思う。これも独特な結構ボディは硬くてお尻は結構
いい感じで動いてっていう感じなんですけど、まあね、ちょっとこれ出しどころがまだ使っていないんで、あんまり、どうって語れる感じではないんですけどね、まあ、ここら辺の他のギルルアーなんかもいろいろ使って、今年もだいぶね、あ、やっぱギル系のルアーっちゃ釣れるなーなんていう印象を持ったんで、ここら辺も積極的にですね、投入していきたいなーなんていう風に考えております。ね、こういろいろあるんですけど、本当出しどころっていうのが微妙にそれぞれのルアーで活躍するところが違うのかなっていうことで、で今ブームですからね、来年にかけても他のメーカーとかからもいろんなギルルアーさらに増えてくるんじゃないかななんて思いますんでね、これはっていうのがあったら、ぜひ釣り具屋さんで手に取って買って、実際に使ってみたいななんていうふうに思います。まああとはここら辺のやっぱちょっとでかいね、こんなワームで釣れたら本当なんか、あーでっかいルアーで釣れたなんか変な充実感がありますからね、ここら辺はですね、ちょっと来年も積極的に投げていこうかななんていう風に考えております。というわけでですね、本日の釣り子 TV はまあいっぱい増えてきましたね、こういった、ギル系のワーム、これをいっぱい並べて、ダラダラと語ってみて、こういった内容でした。はい、釣り子 TV でした。あ、ねえ、一個説明してなかったのがね、これね、ブルフラットが好きすぎて、でこいつも大好きなんですよ。というわけでね、これね、2つ足したんですよね。お尻にね、これ自分でくっつけてね、型取ってね、ワーム流し込んでね、やってみたんですけども、このブルフラットのテールがこのハドルテールだったら入れ食いなんじゃないかということでね、作ったこの何ですかね、いろんなブルとかフラットとかギルとかなんかいろんな名前ありますからね、まあじゃあこれはもうシンプルに、はい、ブルーギル、ね、ブルーギルっていう名前にしたいと思いますけどねまあこんなバカなものをね、作って試してみたりはしてるんですけどね、まあまだ釣ってないです。釣ってないけど、釣れる要素は、満載ですよね。で自分で型取ってね、ワームね、流し込んで作ればいいんで、こういうとてもスペシャルな形に、まあ、ゲイリー素材のワームを溶かしてね作るとかいろいろできますからね。これはちょっと張り持ちよくするために、一番なんだろう、塩の入っていない、素材を流し込んでみたんですけども、非常にねこう水押しも良くて、でお尻もこうブリンブリンと水をしてくれてね、まあ趣味で自分で作る分にはね、こんなね、面白ルアーなんていうのもいいんじゃないかなと思って、いろいろねこう組み合わせて、まあ例えばこれがギルフラットで、これがブルフラットですからね、これとこれ足したらそうですね、ブルーギルですよね。もしくはフラットフラットん、なんかよくわかんないですけど、まあまあまあそんな感じでね、そうだ、こいつがいましたね、これじゃあブルーギル、まさにブルーギルっていう感じで、はい、あります。というわけで、はい、今度こそ、はい、終わりでございます。